オールドバンゴルスクールの板橋です。今日はですね、埼玉県熊谷にあります熊谷ゴルスタジオに来ております。今日最初のお客様は、秋元さん、はい、初めてですね、今日ね、お会いするね。そうなんですね、いきなりのレッスンですけども、よろしくお願いします。緊張しないで、いや、かなり緊張してます。72になりました、10月をもってと、ともに、年とともにですね、やはり飛距離はもちろんなんだけども、体の動きがスムーズにいかなくなってると思うので、うん、安定したボールがなかなか出なくなっております。で、合わせてやっぱり目の白内障の手術だとか、その都度やっぱりガタッとこう、なんですか、ボールに変化が出たり、スコアもそれなりにスコアになっておりますのが現状です。まあ、今日はいろいろご指導を願いながら、また今までの楽しいゴルフに持っていければいいかなというふうに考えております。本日はよろしくお願いします。70代80代の方大変多くてね、いつもレッスンしてますけれども、確実に飛距離伸ばしているのは体の正しい使い方、体さばきですね。今日はその辺に着目して、しっかりレッスンしていきたいと思います。よろしくお願いします。ジュンさん、まあ、もっと飛ぶんでしょうけれども、実際は、はい、ですから、ボールにちょっと当て打ち、当てにいってる傾向、合わせてる傾向がありますので、その辺をちょっと直していきます。はいはい、ちょっと構えてください。一回クラブ右手か、はい、で、今両肘が、ね、アドレスのここにあります。で、合わせ打ちっていうのはやはりこのボールの方向にこう体の手も出ていっちゃいますので、この両肘をそのまま背中側に入れ替わって、はい、回転して太ももくっつきます。はい、そうすると背中どっち向きました？真後ろかな。真後ろ向きますよね。それに左足の上でさらに体をねじってる。これこっちでコイルしたらまたフィニッシュ側でもリコイルするんですよ。これがしっかり振り抜いた形になります。うん、こうみんな体を正面に整体している方いますけれども、そういう方は結構ね、手をこう前に出してるだけで合わせてる傾向が多いです。両肘も入れ替わらないで体から離れちゃう。しっかり背中が入れ替わって背中が正面向くスイング、右足つま先でトントントンと叩いてました。この形ですね。で、ボールが落下するまでしっかりこの形をキープすることがインバランス、落下まで、そう、落下まで、それが筋肉マッスルメモリーで覚えてきますからね。しっかりこの形を取るようにしましょう。 OK、 だから打った後すぐ右に残って、うん、もうすぐティーアップしちゃうんじゃなくて、そうするとボールの、ね、弾道をイメージしてください。 OK、 はい、行ってみましょう。はい、こうやってまずそこです。一回素振りしてみましょう。両肘が背中に入れ替わります。そうか、はい、で、つま先でトントントンと叩いてみましょう。そうです、インバランス、そうです、こうですね。両耳の後ろにクラブが地面と平行に収まります。この形です。もう一度お願いします。はい、つま先トントントンです。で、それを落下するまでキープしてください。これきつい、きついですよ。日本人はトップスイングが、日本人はトップスイングが非常に窮屈で、フィニッシュがこう抜けてる方が多いです。欧米のスイングというのはもうトップスイングが非常に柔らかくて、ね、それでフィニッシュで、フィニッシュは左足の上でねじるからきついんです。ね、これはね、いいですか？ね、いいちょっと。インバランスフィニッシュ。うん、左足の上に。乗って、そう、トントントン、完璧じゃないですか、これ。いいですね。これは一挙に光になりますよ。一挙に光になりますよ。これ意識したいな。ね、両肘が背中に入れ替わって、そう、それでシャフトがピタッと両耳の後ろに収まる。これ大事です。いやー。スマッシュファクター、いいじゃないですか、これ。1.47。最高が 1.5 ですから。かなり近いですよ、これ。これどういう数字ですか？でもプロ的な数字で済ましたくて、芯切ってるから。あ、芯のこれ、ね、はい、ちゃんと左足の上で立って、
つま先トントントンです。バランス、いや、でも捕まってますよ。ほら、捕まってます、ちゃんと。トントントン、いいですね、いいです。捕まってます、飛んでます、全然フェアウェイです。はい、レッスン受けてみてどうでした？いや、今日はね、本当にありがとう、ご一回をいただきましてありがとうございました。いや、やはりね、体の思いっきりのこのインバランス、インバランスフィニッシュですね。インバランスフィニッシュを意識するとだけでボールの、うん、なんか捕まり具合が感じました。そうですよね、うん、やっぱりあの落とし目してくるとバランス能力どうしても落ちるんで、うん、しっかりあのボールが落下するところまでピタッと止まって、そこからグリップをゆっくり転してくるような、うん、そういう感じでバランスを高めていくと、うん、もう真空確率が格段に違います。あ、確率も変わってくるんですね。変わってきますね。確率のゲームです、うんうん、ね、これからもしっかりフィニッシュ取って楽しいゴール目指してください、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。